こんにちは、いおり塾の横井いおりです。今回から複数回にわたって、ここ数年でポーカーの話題に欠かせなくなった GTO やゲーム理論、そしてそれの対となるエクスプロイト戦略の基礎的な知識を初中級者の方々にも極力わかりやすいように説明していくという企画でございます。この動画の対象は、上からですと、ゲーム理論や GTO のことはなんとなくは理解できているけれども、うまく言語化できない人たち、はたまたゲーム理論なんて初めて聞いた、ポーカーはいわゆる基礎的な定石は覚えたつもりなんだけれども、むしろそういった定石破りのルースアグレッシブなプレイヤーの人種 にどうしても苦手意識を抱いている方々、あるいは理論や、数学的側面は理解しているつもりなんだけれども、他人の行動分析や行動予測、相手がどういう局面でブラフたくさんしてくるのか、あるいは相手がどういう局面では全然ブラフしてこないのです、来ないとか、そういったことがいまいち、肌で覚えるのが苦手な方々といった、幅広い層の人たちの足しになる動画の予定です。反対に、すでにゲーム理論や GTO の概念をしっかり理解しているし、もっと高度な考察やあらゆる局面での応用編などを求めている方たちは、Twitter 上で配信されている、今最も日本人の中で、注目されているうちの一人である、リリアンさんの発信している内容ですとかね、Twitter 上でも発信してますし、有料記事とかで、ノートにすごく高度な戦術とか書かれてありますので、お勧めしております。あとは GTO に関しての考え方ですとか、理論などをすごく、かなり学術的に書いてる、グラス君のブログですとか、そういったものも、読むことを強くお勧めしますね。まず GTO というものが何なのかという簡単な説明を行っていきたいと思います。GTO というのは、ゲーム・セオリー・オプティマルという単語の頭文字を取った単語なんですね。日本語に訳しますと、ゲーム理論的に最適なという意味合いになります。つまりゲーム理論というものに従って最も良いとされる戦術のことを GTO と呼ぶわけですね。ではゲーム理論とは何なんでしょうか。ゲーム理論とは、数学の一つの分野なんですけれども、いわゆる僕らがやってるポーカーのようなカードを使ったり、あるいは盤上ゲームだったり、そういった類のゲームですとか、あるいはもっと複雑なことで言うと軍事的な戦略ですとか、そういったことにも応用される数学の一つの分野なんですね。で、どういう戦略を取ったら最も期待値が最大化されるのかというのを数学的なアプローチを取っていく、数学の分野、それがゲーム理論なわけです。ポーカーとゲーム理論を勉強していると、最もよく目にする単語は、こちらのナッシュ均衡という言葉です。ナッシュ均衡とは、数学学者である、ジョン・ナッシュさんが発見した理論なんですけれども、このナッシュ均衡によると、あるゲームがあります。例えばそのゲームでは、ボブとアリスがゲームをしてますと。ボブはこういうプレイの仕方をしてます。アリスはこういうプレイの仕方をしてます。そしてボブとアリスはこのプレイの仕方を変えることによって、今2人が置かれている状況よりもより利益的になることがありえない状況、つまり戦略の変更をすることが2人ともにとって全く意味がないこと、戦略を変えたら損はするかもしれないけど、絶対これ以上はもう良くならないよねっていう状態、この状態のことをナッシュ均衡と呼びます。そしてポーカー界隈では、このボブとアリスがこのナッシュ均衡の状態にあるわけですよね。すなわちこのナッシュ均衡っていうのは、ボブが使ってる戦略とアリスが使ってる戦略をこう一つのセットとして見てナッシュ均衡と呼んでるわけですよ。この二人がこの戦略を使ってるときは最もこうバランスが取れてる、お互いにもうお互いのことを出し抜くことができない状態っていうのがナッシュ均衡なんですね。で、その片方の、その時のボブの戦略、あるいはその時の
アリスの戦略をそれぞれ取って、これがボブの GTO だよね、これがアリスの GTO だよねという、まあ、ナッシュ均衡の片方だけを取って GTO という呼び方を、まあ、ポーカー界隈ではしてます。まあ、ちょっと今難しい定義の話でしたけれども、まあまあ GTO とナッシュ均衡というのは大体、まあ、同じようなニュアンスの単語なんだなと、一般の方々は覚えておいていただければ問題ないと思います。じゃんけんという最もシンプルなゲームを使ってこのナッシュ均衡および GTO の考え方を説明していきたいと思います。では先ほどのようにボブとアリスがいまして、ボブとアリスがじゃんけんをしますと。例えばボブはチョキやパーよりもグーを多めに出してしまう傾向があるとしますよね。例えばボブは2回に1回グーを出して、4回に1回パーを出して、4回に1回チョキを出す、つまり 50% グー 25% チョキ 25% パーという割合でボブはそのじゃんけんをするとするじゃないですか。そうするとボブは多めにグーを出してるわけですから、アリスの視点から見るとアリスは毎回パーを出した方がいいわけですよね。だってグーを最も出す確率が一番高いわけですから、アリスはもうずっとパー出してるのが一番得なわけです。この状態っていうのはナッシュ均衡ではないんですね。どうしてかっていうと、さっきの定義を思い出していただくと分かると思うんですけれども、ボブはグーを多めに出してる、それを利用するために、そこから最大限の利益を得るためにアリスは毎回パーを出す。でもこの状態って、もしボブがそのことに気づいたら、あ、アリスって毎回パー出してるなと、ってことは俺毎回チョキ出せばめっちゃ勝てるんじゃないってなるわけですよね。つまりボブはグーを5割チョキを2割5分パーを2割5分出してたところを、アリスが毎回パーを出してるから、じゃあ俺毎回チョキ出そうっていう風に戦略変更を行うことによって、より自分の利益を向上させれるわけですよね。で、それができないのが、自分の戦略を変更することによって利益が向上しない状態、お互いにね、っていうのがナッシュ均衡っていう状態なわけですから、このボブが5割半分の確率でグーを出すっていう戦略は、そもそもそこのスタート地点からナッシュ均衡ではないわけですね。そもそもグーを多めに出すっていうミスをアリスが搾取するために、毎回チョキを、あ、じゃあ毎回パーを出して、でそれに気づいた僕ボブが毎回チョキを出して、で逆にアリスがそれに気づけば、アリスは毎回グーを勝つ、毎回グーを出すことによってさらに利益の向上があるわけじゃないですか。なのでこれはナッシュ均衡の状態ではないわけですよね。お互いに戦略を変更することによって相手を出し抜こうとしている状態なわけですよ。じゃあじゃんけんでどういった状態がナッシュ均衡なのかっていうと、もうご覧になっている方は、まあ、多くの方は分かっていると思いますけど、お互いにアリスもボブもお互いに3分の1の確率でグーとチョキとパーをランダムに出すっていうことがナッシュ均衡なわけですね。例えばボブが3回に1回グー、3回に1回チョキ、3回に1回パーの確率でランダムにね、自分でこう、なんていうんですかね、こう自分の意思を変えさせて選んだためですよ。純粋にランダムで3分の1で出し続けたら、アリスは何を出そうとも負けもしないですけど、まあ、勝つこともないですよね、長期的に見たら。だって3回に1回は負けて、3回に1回は勝って、3回に1回は確率的にアイコになるわけじゃないですか。はい、こういった状態のことを、ナッシュ均衡という、あるいは、ボブとアリスの GTO 戦略っていうのは、3分の1のランダムの確率でグーチョキパーをそれお互いに出すことだよっていうふうになるわけですね。いらっしゃいませ。麻雀じゃんけんようこそ。麻雀じゃんけんスタッフのゆかりです。趣味は麻雀とポーカーです。麻雀じゃんけんは初心者でも安心の
3人うちノーレート禁煙チャンスです。チップを購入してタイム礼金を払うことで遊ぶことができます。女の子のお客様がたくさん来てくださっています。麻雀プロをゲストにお呼びして麻雀プロと必ず麻雀が打てるイベントも定期的に開催しています。麻雀じゃんけん独自のポイントランキングも毎月盛り上がっています。ドリンク飲み放題、お菓子軽食食べ放題、麻雀未経験の方にも安心、初心者講習を開催しておりますので、スタッフにお気軽にお尋ねください。麻雀じゃんけんはアットホームで楽しく仲良く麻雀をしています。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。待ってます。